小牧太志騎手がなる地方競馬全国協会騎手免許二次試験に合格8月1日付で地方騎手の免許再交付が決まったいいことだと思う古巣に帰るのは決して悪いことではない21日の JRA 騎手としてのラストデーでは最終 12R を12番人気馬で勝つミラクルも披露さすがの勝負強さだった 一次試験を受けます、という宣言を聞いたとき、すぐに思い出したのは小牧が8年桜花賞をレジネッタで勝ち、JRA での初 g 1制覇を果たしたときのことだ。翌週の立党で、まずは、おめでとうございますと伝えた後、勝った当日はどのくらい盛り上がったのかと聞いた。場所は大阪、13、園田所属の頃、いつもいた場所で祝勝会を開いたという。 すごい多くの人が祝福してくれてね。最後は僕の知らん人までおったわ。それもええんちゃうかなって、ははは。小牧にとって、心の本拠地は園田なのだな、と思ったのだ。騎手人生も終わりが見えてきたところで、ホームに帰る。何か、理想的なように思えた。で、鹿屋桜だ。ドーマは橋口幸次郎級者所属。小牧が、まだ地方所属だった頃、 1>, 1年フィリーズレビューを同9社のローズバドで優勝。これが小牧にとっての JRA 重賞初制覇となった。4年の JRA 移籍後、小牧を主戦として偶したのも橋口氏だった。小牧は鹿児島県、橋口氏は宮崎県出身。九州の人間は大事にしたくなるのよと橋口氏は常々、口にしていた。8年は前述の通り、桜花賞を勝ち。 ボバのクラシック戦線にはスマイルジャック、スプリング S1 着、ダービー2着、という有力な相棒がいた。小牧が最高に勢いに乗っていた時期だ。そんな時に出会った快速牝馬が鹿屋桜だった。同馬の主戦は上村陽子を騎手、現調教師が務めていた。だが、スタートがいつも悪かった。ラストはいい足を繰り出すのだが。 大外を巡らされるなどロスが大きく、前をカットされるなどの不利も受けた。